ういっす。ライトよし。はい、というわけでね、帰ってまいりました。今ですね、ちょっとビッグカメラの方に行ってきまして、こちらを購入しました。はい、こちらはですね、ロジクールの MX マスター3 4 Mac っていうね、まあマウスなんですけども、こちらを購入したので、今日はこのマウスのレビューをしていこうと思います。で、僕ね、今までこちらのね、Apple 製のマジックキーボード2を使ってたんですけど、これ僕すごく気に入ってて、めちゃくちゃ使いやすいんですね。まあマウスに慣れてる人は使いにくいって言ってる人もいるんだけれども、まあ僕はこれすごく使ってて使いやすかったんですが、最近まあ動画の編集とか、まあエイブルトンとかでね、ミックスをするときに、まあ最近よくやるんですけども、指を酷使しすぎてちょっと人差し指が痛くなってきちゃってね、ちょっと突き指状態みたいなのがもう2ヶ月ぐらい続いてて、ちょっと治んないということで、指に負担がかかってんじゃないかなっていうふうに考えたので、今回このロジクールの MX マスター 3-4Mac っていうのがね、評判いいということで購入しました。はい。で、これ自体はもう2年ぐらい前にもうね、出てレビューされてる方も多かったんだけど、まだまだ市場ではね、一番上の段にあったりするっていうね、人気のマウスなんですね。で、いろいろとAdobe の製品とリンクしていろんなことができたりとか、なんか内容もね、ただのマウスじゃないっていうような感じなので、今から説明書等を調べた上で、まあ別日になっちゃうかなと思うんだけれども、もう一回その模様をね、今喋ってるこのオープニングと合わせて編集してお届けしていこうと思います。というわけで行ってみましょう。チェケラー。決まったな、これ。決まったわ。テイク2で決まった。はい、早速ね、今開封してるんだけど、このね、開封したら MX ってね書いてあって、箱もおじゃれですね。おお、かっこいい。こんな感じの箱に入っててめっちゃかっこいい。で、まあビッグカメラでね、もう何回も触ってきてるんだけど、改めてやっぱ新品、自分で買ったものをね、開けるとかっこいいですね。ということで、今からですね、これをお、すごい、このホイールっていうの、この回転がやばいね。高速スクロールがね、できるっていうね、上の段から下の段まで、インスタグラムとかね、こう友達の見てたりすると、結構いっぱい見たい時とかに、こう一番下に行きたい時、ふーんとこれで一気にね、瞬間移動できますね。はい、瞬間移動ではないな、まあキントーンに乗った悟空みたいな感じかな。はい、そんぐらいのスピードだと思うんですけども、あー、なんかやばそうだぞ。よし、今からね、いろいろとなんかソフトをインストールしたりするのかな、この手は。まあちょっと調べながらやってみようと思います。お、で、ケーブルがついてて、はい、ケーブルはUSB タイプ C ですね。USB タイプ C。はい。なんかこのマウスの裏面になんか、こうやってやるんですよっていうの書いてあるね。オンにして、Bluetooth 接続して、MX セットアップ、ロジ .com っていうところにリンクしてっていうやり方みたいですね。なので、これ剥がすんだろうね。あ、そうだな。これを剥がすと、こうやっぱ出てきたよ。はい。なんか説明書にはね、説明書っぽい説明書はないんだよね。うん、なんか使用の紙と安全のお知らせと、リサイクルの際のバッテリー電池の取り外し方とかなので、まあ、あと保証書と、まあこういった宣伝の、MX Key 4 Mac のね、宣伝の用紙が入ってたっていうね、だけですね。で、この裏面にこれが貼ってあったので、この通りにやんなさいよっちゅうことですね。パスヒデ。はい、というわけでね、1日経ちましてですね、はい、ロジクールの MX マスター3というのを、まあ昨日1日
でさっきもねちょっと朝パソコン起動させて使ってたんですけども、かなり使いやすいということが分かりました。はい。でね、まあ普通に、まあ、電源入れていただくと、まあ Bluetooth でね接続することができるんですけど、ここにね、3つ数字が書いてあるの分かりますか？ 1,2,3 これ、まあ1番は1番目のデバイス、2番は2番目のデバイス、3番は3番目のデバイスってことで、まあ、3台パソコン持ってるとしたら3個、登録することができます。で、まあ例えば1台目をデスクトップで使ってたら、まあ、1番で、2番目をノートブックで使ってたら2番で、3番目を iPad で使ってるとしたら3番。でこれをねこう押すことによってもうスムーズにね切り替えすることができます。はい、1回登録してしまえばね。結構ねこの Bluetooth 接続っていちいちね、1番のデバイスの Bluetooth をオフにして、で2番に行ってオンにしてとかって結構そういうめんどくさいこととかあったと思うんですけど、これに関してはこのボタンをね押すだけで切り替えできるんで、そういうこととかがかなり便利だなっていうふうに思いました。はい、まずそれが1点で、ここからはねちょっと画面を見て喋っていこうかなと思います。はい、今ねこれロジクールの公式のサイトなんですけど、 MX Master 3 4 Mac ってことで値段は 14,850 円。これビッグカメラでもほぼこの値段でね購入しました。 Amazon なんかでもまあ多少の差はあるかもしれないけど、だいたい 15,000 円ぐらいっていう風に、思っといていただいて大丈夫です。はい、まあマウスにしてはねかなり高い値段だとは思いますけども、そんだけのね、価値のあるマウスだっていうことだけは言っておきます。でどういった方に向いてるかっていうと、僕のようなね動画を編集する人間とか、あとフォトショップを使う人とかにはかなり便利かなと思います。あとは普通のねまあ Excel、Word なんかで仕事をする人、Excel、Word、PowerPoint なんかで仕事をする人にもかなり便利なんじゃないかなというふうにも思います。はい、もちろん DTM をねやる方にもね便利な、マウスということなので、まあパソコンで作業する方全般にね、おすすめできるマウスなんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあこんな感じでね、まあいろいろホームページに書いてあるんですけども、まあ1秒間にこう書いてありますね、1秒間に 1000行のスクロールってことで、ですね機能を紹介すると、ここにね1個ボタンがありまして、このボタンを押すことによって、これ今わかります？ね、スムーズに、今言ってるんですね、このホイールがね。でこれをもう一個押すと、これラチェットって言って一個一個カチャッカチャッカチャッなるんですね。そういった切り替えができるボタンです。はい。なので今画面で。まあ、ラチェットにしてるんで、こうやってラチェットだとねこうやってこうちょっとずつこう動かせるんだけど、これをねこのラチェットを外したモードになると、このようにねもう一気にこう上から下までねこの速さで動きますから、結構ねこうまあ急いでねこういったまあ資料を見なきゃいけないとかね、縦に長い資料を見なきゃいけない時とかにはかなり便利になるかなというふうに思います。でちょっと細かく見たい時はまたこれを押してラチェットモードにすればね、こうちょっとずつこうカチカチカチとね一個ずつ進むよみたいな感じですね。はい、非常にいいです。USB-C 充電で1回のフル充電で70日間使えるよと、あと1分間充電すると3時間使えるということなので、まあ、1分充電すればね、まあ一作業ぐらいはねできる、まあ3時間もあればね、何かしら一作業できると思うんですけど、こんぐらいできますよってことと、あと USB Type-C ということです。はい、このね機能がね僕は便利かなと思ったんですけど、これどういった機能かっていうと、まあパソコンからパソコンへコピペができるんですね、ファイルを。はい、でこっちのこの今 iMac のデスクトップからね、こちらコマンドコピーをして、でもう一台持っている
これ MacBook Pro ですかね、こっちに、コマンド V でコピペできると。まあ例えばこれが iMac とこちらが Windows のパソコンだとしても同じようにできるということですね。はい。でその際どういうふうにやるかっていうと、まずこの iMac の方が、まあ、一番のね、さっき見せた一番の Bluetooth で登録してるとしますよね。そしたらこの一番でまあ動かしておいてコマンドコピーをする。で今度まあ今度もう一台の、このノートブックの方に行くときはこの2番を押してですね、2番を押してこっちの、ノートブック側でコマンド V 貼り付けをするっていう作業をすると、あのファイルのね、行き来が簡単にできます。これかなり便利だなというふうに思いました。で、まあ、あとは、こういったね MacOS とアプリ固有のカスタマイズってことで Photoshop とか、Premiere Pro Final Cutとかね、あと Google Chrome、Safari とか、あとは Zoom とかね、最近のテレビ電話、あと Word、PowerPoint、Excel で、いろいろとね、することができて、でこれこう Photoshop のここ見てください。ここのね部分をちょ名前ちょっと覚えてないんですけど、この部分ね、親指で動かす部分、これブラシサイズの調整ができるっていう風になってるんですが、これはねちょっとですね、さっき Photoshop でやってみたらできません。今これ僕 Zoom のね設定にしてるんですけど、これ多分 Photoshop が、多分今バージョン2022とかなので、もしかするとこっちのロジクールの方の対応がねまだ追っついてないのかなっていうのがあります。はい。で今この画面ね、見てもらってるんですけど、これはアプリをねインストールすると出てくる、設定の画面で、まあこういったアプリケーションとかもね、こうやって何が今入ってますよっていうのがわかるんですけど、これでね機能ツアーとかもできるんで、これを見ながらこうこいつの使い方をね学ぶっていうこともできます。はい。まあちょっと今この辺は飛ばしていきますが、はい、これは Excel だとここのね親指で動かす部分は水平スクロールで、 Word だと Zoom で、 Photoshop だとブラシのサイズを変えれますよっていうんだけど、これ僕の場合ちょっとブラシのサイズが変更できないので、個別で、なんつうかな、アプリごとに個別のね設定もできるんで、僕は Photoshop の場合は Zoom 機能にしてます。はい。これ Zoom、こうやってね今ズームできるんですけど、ここのね部分をズーム機能にしてます。はい。歌い文句ではブラシサイズが変わるっていう風になってるんですけども、おそらく、バージョンの関係でねできなくなってるのかなという風に思います。で今ねこの画面なんですけど、これはねここのボタンをね一回こうやって押すと、このようにね、デスクトップが今開かれている、まあ、アプリがね、バッと出てくるっていう感じですね。はい、これも便利ですね。いろいろと一時閉じたりちっちゃくしたりしなくて済むっていうね感じですね。はい。で、あとはそう、ここにね最後昨日のツアーでね、続行してインストールするっていうところでチェックマークがついてるんですけど、これ見てください。Photoshop と Adobe Premiere に関してはチェックマークがついてないですね。あと MicrosoftTeams、これがねチェックマークがつくとさっきのブラシサイズを変えれるってことになるんだけれども、チェックマークがついてないってことはまあ何らか、ね、ソフト側の問題があってできないのかなと思うんですね。多分バージョンアップの互換性が合ってないんだと思います。はい。まあそれは仕方ないってことでね。でそうですね、これポイントスクロールってところを押していただくと、これスクロールの、ね、速度とかを変えることができます。ポインターの速度とかね、デフォルトだとねこの真ん中ぐらいにあって、このポインターの速度がちょっと遅く設定されてるので、これをちょっとね僕は右側に持ってって速度をね早めてます。はい。こういったね、設定もできます。であとはここでね、アプリを選んでアプリごとにねこう設定もできます。今フォトショップにしてるんですけども、フォトショップにしてマウスにして、でこの部分ね、この部分今ズームってなってると思うんですけど、ここを
まあ、水平スクロールとかズームとか音量コントロールとかにできます。で僕の場合は、まあ、フォトショップの場合はここズームにしてます。本来はブラシサイズを変えれるっていう風になってんだけどできないので、ズームにしてます。そうすると、まあ、ここでねこのようにズームにできますよね。こういう風にできます。これをねじゃあ例えばここを水平スクロールに変えてみましょう。そうするとねこれ水平スクロール、これフォトショップは水平スクロールないんでここを動かしても何にもならないです、ね、ここを、ズームにすると今ズームに変えました。はいね、ズームに変わってるでしょ。ズームとここを動かすとね、こう画面がズームしますよと。まあフォトショップだったらズームは結構使うと思うんでね、かなり便利かなと思うんですね。であとはまあこれをワードか、ワードなんかでもこのようにねズームにできます。はい、エクセルの場合はここを動かすとこうやってね横にね動きます。これもねエクセルこれが嫌だったらあの横移動横スクロールじゃなくてズームにしたいよっていうんであればこうマイクロソフトエクセルを選んでもらってマウスに合わせてここの水平スクロールっていうのをこういろいろねじゃあズームにしたいとかしたらここを選べばこうやってねズームになるよということですね。というわけでねまあいろいろとねこれ、このマウス便利なね、機能が満載含まれてて、まあまだもうちょっとね今僕のこの動画の中では言い足りてないこともあるかもしれないけど、なんとなくねこういったことができますってことでかなり作業効率上がるんじゃないかなと。あと腕のね痛さとかもなくなる。今まで、僕はこの、マジックトラックパッドかこれを使ってたんだけど、どうしてもこれはね指に負担かかるね。なのでちょっと指をね痛めていたんですが、これだったらね、いろいろと指とか腕の負担が減るんじゃないかなってことで、1日使ってみた感想ですけども非常に皆様にもおすすめできるなっていうことでね、お伝えしてますということで、今日は、ロジクールの MX マスター3っていうのをね、紹介しました。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。